量として用いた半導体ダイオードである整流研波用に極真空管の代替でありトランジスタを用いた電子回路に用いるべくトランジスタの登場とほぼ同時に登場した当初はトランジスタも半導体ダイオードもその主原料はゲルマニウムであったがゲルマニウムは希少金属であり高価であることゲルマニウムを用いた半導体電子部品は 高温に弱いことから、ハンダ付けによる実装に手間がかかる、熱暴走しやすい、電流容量の大きなものは作りにくいなどの理由から、どちらもほどなく、そのほとんどが主原料としてシリコンを用いたものとなった。しかし、半導体ダイオードの原料にゲルマニウムを用いた場合、そのダイオードの順方向効果電圧が、順方向電流がおよそ0.1、 ミリアンペア前後では 0.2V と低電圧領域での動作特性のためにラジオでアンテナからの電波を直接は使うなどといった用途に適し特に初期の鉱石検波器の動作原理を研究して改良した低接触型のものはこれに加えて規制容量が極めて小さいという特徴により近年まで AM 検波やミキサーなどの規制容量が問題となる 高周波回路に多用されてきた。近年、代替となる、ショットキーバリアダイオードが量産化、市場投入されるようになり、その活躍の場を譲った。ゲルマニウムそのものは、シリコンと組み合わせた最新の高速トランジストなどとして用いられ続けているが、古典的なゲルマニウムダイオードについては、市場からなくなることも十分考えられる。 しかし、ゲルマニウムダイオードは、透明なガラス管中に、鉱石研パーキの構造、すなわち、半導体結晶に、細い金属針を接触させた構造が封じ込んであり、これを直接観察することができるものが多く、教材用、すなわち自由研究や、個人の実験で、ゲルマラジオを製作する場合などでは、依然として、重要な電子部品である。また、 エレキギターの歪み系フェクターでは、シリコンダイオードとは異なる、順方向特性による歪み音が好まれ、まだに多くの製品に使われている。接合型ダイオード、IR10D9 回転、接触型ゲルマニウムダイオード、1N60 点接触型ゲルマニウムダイオード、1N60P 個点的な半導体ダイオードの構造は、対別すると以下の2つである。 ゲルマニウムダイオードは、その特徴、用途から、点接触型の構造が多く使われている。内部機構は、その温度が摂氏80度を超える程度から壊れてしまう。ものもあるので、ハンダ付けをする場合には、注意が必要である。広く用いられてきたものとして、1N60, SD46, SD60 などがある。近年まで多くの種類があったが、需要が減り、 そのほとんどが生産されなくなっている。現在、秋葉原などの店頭で見かけるゲルマニウムダイオードは 1N60 やその相当品が大半を占めている。ありがとうございます。